深植えあまり春1926年、三の丸なお倉肝臓同年の聖徳、大使法産美術展覧会出品区内庁買い上げ、中水軍艦山口県立美術館造1909年市、夕刻に習ってか、京月はしばしば取り、特にカモやカリなどの水取りを描いた。本作もその中の一図、少林京月は、日本画家、山口県萩市生まれ、元の聖は伊藤、 本名は厚紙、字は死刑。別号に、郊外、玉江良人、妻の松林幸邸も日本画家。最後の文人画家とも評され、渡辺火山や椿鎮残羅、椿刑の流れを組む聖地で緊直な描写を基礎に、近代の写生画の流行を十分に取り込みながら、そこに、漢石、漢詩の素養に、裏付けされた品格の高い作風を特色とする。 萩市中和田市出身。尋常小学校卒業後、地元の祖宝家、滝口吉ラの援助を受けて上京。1894年、野口優国に指示。南画の表現に、新たな世界を開拓し、南画界の重鎮と言われる。寒天の中心画家で、1906年に本南州画界を結成。1919 19年定点審査院、1932年。 帝国美術院、会員、1937年帝国芸術院、会員、1944年7月1日、提出議員。戦前の40代後半から60代にかけてが、経月の最盛期で、力作の多くが、この時期に描かれている。軽月作品の特色である、右上から左下に向かう、構図法が、はっきり現れるのもこの頃である。 1947年日中文化協会理事。1948年日本美術協会理事。1949年日展運営委員会常任理事。1954年同理事。戦後日展二書が加えられたのは、軽月の働きかけが大きいという。ただし、軽月自身は、戦後の前衛書道は評価しなかった。1958年文化勲章受章。 文化功労者、日展古九1961年日本南外院、会長。死後十三美君に当局日、茂光明受賞。弟子に、白井煙、岩、大平河川、西野新川などがいる。ありがとうございます。